はい、えー、それでは、えー、2024年向け、えー、基礎力セットアップ講座ですね。入門基礎の第1回目を始めていきたいと思います。えー、担当レックセンにこっちは弁理士の棒です。皆さんこんにちはと。えっ、ー、と、まあ、えー、今日からマッキーのまあ、入門まあ、入門講座というかですね。えー、まあ、弁理士の合格者向けの講座というところでまあ、始めていきたいと。 なんかこう初日で緊張しますよね、うん、<laughs> あの私も緊張するし実はあの、まあ、緊,張あ緊張するのはちょっと大げさですけど、まあ、そんなに緊張することはないんですけれども例えばどんな人なのかなっていうでまああのまあこれから半年ちょっとぐらいですか一緒にやっていって、まあ、皆さんとしてはねあの講座を取るにあたって、まあ、今回通信ねああ通信の方もあ,のあるということで、まあ、ツイッターなんかでも「通信取りましたよ」っていうこといらっしゃっていてでね あのまあ、講座を自分の講座ってそうなんですけど、まあ、目標としては、まあ、当然試験に合格することということなんだけどもう一個はねあの本当に気持ち的には私と友達になるぐらいのイメージ。 であのい,ていただきたいとまあ友達になると別にね「ああ、ね、どうした昨日元気か?」みたいなねそんなこと別に話し合いたいとかってわけじゃないんですよ「ね、ああ何昨日大変か?」みたいなね,そのね「どなたの野球何見んの?」みたいなね私あんま見ないですけど野球。でそれを別に言いたいわけじゃなくて何かっていうと細かい相談質問っていうのをあのめちゃめちゃしていってほしいんですよ。 でそれはもう自分は結構言っていて大体こう、まあ、前,あの前だからこうだいつけ作ってるんですけどいつもであの、まあ、講座始まる前もあの休み時間ですかね休み時間中も終わった後もあのも前にデーンと座ってますんで。 あの話を積極的にするというようなあの流れをですね作っていただいてまあできるだけ本当にいち早くまあ皆さんとまあお近づきになりたいとおかしい言い方ですけどで例えばまあ通信の方であればまあツイッターとか X とかまあメールとか全然自分は受け付けていてで特にあのまあ自分通信向けでスマートの入門講座っていうのもやってるんですけれどもまああのまあスマートだと本当にリアル リアルタイムじゃないんですよ、まあ、大体収録でまあ明日とか収録なんですけど、まあ、大体こう収録をしたあとで見てもらっていて一応まあ少しリアルタイム性出そうといって「学習コンパス」っていうひ月に1回の講座があるんですけど、まあ、そういうのも一応一月に1回なんですね。 でまあ、幸い、こっちの講座は毎週ですから例えば、若干、ね、あの配信とタイムラグはあるのであの質問投げても 2, 2週間後、3週後,後になるんですけどただ、メールとかツイッターで質問いただいてあちょっと講座で説明した方がいいなということはあのそれに基づいて説明はしますので例えば通信の方であれば全然メール例えばなんか前回聞いていた向こう審判のやっぱり訂正がよくわかりませんと。 なんかもう一回説明してほしいなとかっていうのをくればあの <laughs> 説明することもありますし、まあ、全部が全部はちょっと分かりませんけどただ結構そういうですねあの、まあ、質問とか、まあ、当然まあ通学の方は通学の方でリアルタイムに聞いてもらったりとか、うん、あのしていただければ全然いいかなと思ってますのであの、まあ、極力そのやり取りをしていきたいっていうのがあの私のやり方ですかね、うんあのまあ、こう今見てるとねいろんな皆さん受講生さんいるんですけどあのできれば本当に1対1の関係なんですよ私から見ると。 でまあ1対、ね、2十とか3十とかっていう分に講義になるんですけど、まあ、その中でもこう1対1で、まあ、勉強の仕方って人それぞれ違うので。 まあそここはいろんなことを本当に聞くでまあ初学者本当に素で勉強何ですかねもう1で本当今回始めますっていう人は多分分かんないことがあるから聞きやすいと思うんですけど特に2年目とかあの弁理士の講座って結構ね再受講の方もいらっしゃるんですよ。でちょっと統計を取ってないですけど例年でいうとまあ顔ぶれ見てもそうなんですけどだいたい半分半ぐらいどこの教室でも大体そんな感じでこれね実は弁理士だけなんですよ。 ベンチだけかどうかわかんないですけど他のただなんかの、ね、講座の人とかに聞くとあんまりないらしくてで入門講座って通常、入門の人しか出てないんですよ通常の他の例えば資格試験ってところが、弁理士ってね割と入門講座2回目です、3回目ですって人がいてで理由はなぜかといったら結局、試験に出ることがあの入門講座が一番まとまってる。 といううのが多分一番大きな理由だと思うんですなんか入門講座のところでもうがっつりあのそこさえ聞けば合格できるぞっていう流れに持っていきたい持っていってるっていうことで多分まあ入門講座を取られる方が多いのかなあと何回かで、まあ、その中でも今やったようにあのそうするとじゃあ2回目3回目の人ってもう分かってるわけですある程度例えば今日ね今日も概要しか話しませんけどああもう商標だろう不詳取り消し審判だろうとか 特許、うん、だったら肉の2とね分割の絡みだろうみたいな形が分かっていてでそれはどんどんご自身で勉強あの進めていくっていう形で構わないと思っていてただ解いていく上で分からないことできてないことをどんどん聞いていくだから言ってしまえばあの講座が復習のようなイメージを持っていただきたいですね学習経験者の場合はだからご自身で勉強を並行でやっていきつつ講座の中であの結局私のは考え方とかで 自分自身があの今日ちょっとねガイダンス的なことを最初にずっと話をしますけどあのもともとちょっとだけねあんま最近自己紹介をしないことが多かったんでちょっとだけ自己紹介をするともともとはですねあの試験を受けたのが平成14年でっていうまあ一応あの若干この「基礎締め」っていう。まあ レジュメがあって、レジュメが多分今今日って3つあるのかなって俺が1個なくなってるぞ <laughs> あの3つあるはずで、まあ、い日あとでレックのレジュメとあとまあ入門基礎入門基礎2っていうレジュメですかねでこれがあるとでちょっとだけ最初に自分の話をあんまりね自分の最近なんですかねその でこの入門基礎1の、えー、と18ページのところですかね一応まあどんな人か分かってる方がね今後やりやすいかなと思うのでちょっとだけ紹介をしておくとあの試験自体はあの平成14年ですね合格はでちょうど新制度に切り替わった13年まではめちゃめちゃ大変な制度なんですよこれあの論文試験を平日に8科目受けるっていう試験で。 そういうい時代なんですよ。宮口先生とか佐藤先生はその時代に受かられていてであのもう特許を実用試援衣装商標条約を2問ずつやってかつ選択科目を50何科目のうちから3つ選ぶみたいな。いう、ね、あのすごい てこなトリッキーな制度でよくそういう試験を私は受けようと思ったなってね当時の自分を何を血迷ってたのかあのそんなに自分は優秀でもないのになんでその試験を受けようと思ったのか今考えてね若気の至りですね、うん、と思ったんですけど、まあ、13年は全然ダメで、うん、で駄目だったから頑張るかって言ったら頑張らなくてねちょうどさこの13年って ドラケセブンが出てるんですよね。あの石板いつもこの話なんですけどあの石板詰めるんですよドラケーセブン時間かかんだよねあれね、うん、でそんなのもあるから勉強時間取れずに、ね、今皆さんがねドラケーの人は怒りますけどちゃんと勉強してくださいって言いますけど自分はしてなくて。 であの結果的に、なんとかで当時まだ免除とかがない時代であの当時は担当論文講述って一発で受かるしかないんですよ担当かって論文をしたら次の年また担当からっていう時代だったんですけど、まあ、あの14年で著作不況が入ったりあの試験制度が変わったらなんとかあの点数が取れてで点数がねあの通常私はやっぱ担当は苦手でしたね受験生の時あの担当得意って受験生あまりいない。 んで,す、ね、であの本番までの模試とかでは本当に30点ちょっとぐらいしか取れなくて全然取れないなと思ってたんですけど、まあ、一応本番では確か42点取れて何とか通ったと、うん、での私の時はね幕張、あのー、メッセで担当試験やったんですけど今はあの立教大学とか多いんですけど当時幕張メッセで幕張メッセのアジア7ホールとか8ホールあそこに長助を全部並べて。 うん、相関ですよだから幕張メッセのエスカレート行くと受験生が全員座っててで分かんないで上見ると天井高いんだよね幕張メッセだからああって俺来年受かんのかなってね当然平成14年ってね商標で高梨さんの問題が出てあの小鳥を遊びって書いてあの高梨って名字があるんですけどでこれに対する問題が出てて本当に小鳥遊びで高梨って読むのかなとかわけのわかんないこと考えながらあの試験中ですね担当試験ってこれ受かんのかなって絶望してた記憶がありますね。で な,まあ、まあまあなんとかうまくねで翌日に受験生仲間と「もう試験終わったさ月曜休んでどっか行こうぜっ、ね」っすね軽井沢ってか草津だったかな確か日帰り温泉で車で私も運転好きなんでじゃ運転するよっつって、まあ、3人でで私ともう一人とで、まあ、女性の受験生いたんですけどで私は個人的にはその2人がくっつかないかなと思いながら <laughs> 余計のせいをしながら <laughs> であのまあ草津の、まあ、お二人独身だったんで,で草津の。 あの温泉に行って。 で帰り軽井沢の方がどっか寄っていや試験の結果なんか気にしなくていいよねって言ってたけどやっぱ時間になって特許地のホームページの回答が出たからやっぱ見ちゃって帰りの車の中気まずいみたいなお互いをみたいなね <laughs> あのそんなあの受験生の担当でしたねで向かってでちなみにその3人で行ったんですけど、まあ、ちょっと女性の方ダメだったんですけどもう一人の男性受かってお互いで今度論文ですかねで論文はね自分の時は本当にねこれまた不思議で TFT っていうあのなんですか、ね、ビッグサイトの横にあるビル で当時試験をやってそうなんでですよで試験終わったら帰り水上バスで帰ってきた思い出ですねああもう終わったから優雅に船で帰ろうぜみたいな感じで帰ってでまあ論文も読めかなとでその時にこれちょうどここで選択免除が入るんでですよでこれ平成時代に勉強始めるって書いてあるんですけど、まあ、下がり実はこの前って私ずっと学習塾で勤務していてあの小学生に対して中学受験の算数を教えてたんですね。 でまあ、ちょっとあの何を思ったかまあ、ちょっと人生いろいろ変えたいなと思ってで、まあ、ずっと教えるの好きだったんですけど、まあ、その塾ってまあ,ある程度偉くなっちゃうと教える業務から外れてっちゃうので、まあ、それ嫌でちょっとやめて。で まあコンピューターがずっと好きだったんでただコンピューターが好きだとコンピューター業界行っちゃうと全然メリットにならないんでそれは当たり前でしょって話になっちゃうのでじゃあ,まあコンピューターをですか、ね、専門じゃなくて使える業界って言ったら便利、まあ特急業界だろうということであのまあ急にその便利士を目指したと全然なんか知財にいたわけじゃないですね自分も受験生前は、うん。っていう感じです。 でた,だまあただその間あの前の,あの学習塾辞めちゃったんで仕事しないわけにもいかないので実はその頃レックがコンピューターの資格を教えてたんですよあの今の基本情報とかの資格の講座があってでそこの講師をあの受験生の間はやってましたね、うん、だなんかほんと不思議な感じでレックの実習室にいてあの曜日が変わると講義しに行くみたいなそんなスタンスで <laughs> あの2年間ぐらいはやっていて でまあ、あの選択科目免除ですから本当にたまたまその前の仕事を辞めた時になんか資格取ろうかなと思って「コンピューター好きだから情報処理やるか」って言ってたまたま受けた第一種の資格が受かってでそれが選択免除に使えたっていう本当にまあ,あの資格試験ってどういう時に役に立つか分かんないなっていう感じですねで、えー、合格したということですねでね、あのー、2年で受かってて別に優秀でも何でもなくてで自分自身で覚えるの基本的に嫌いというかできないですね苦手で。 であの勉強で考えると英語がずっと嫌いで、うん、あの本当にまさかこんな英語を使う仕事を作ったとは絶対思ってなくてこのこ頃ねこの頃、ね、この頃自分に言ってあげたいですけどお前将来英語を使うぞみたいなもうずっと中学2年生ぐらいから英語を諦めてたんで日本にいる限り英語なんか使ったまるかみたいなそういう変な反骨精神でもう英語なんか絶対使わないとで幸い学習塾でね算数を教えてる限り英語を使いませんから「な英語なんていらないんだよ」って。 言ってたら今なんかアメリカの共同理由とかねインディ蔽とかなんか読まざるを得なくて人生どうなるかわかんないなと思うんですけれどもただあの覚えるのは本当かすごく苦手ですね。で覚えるのが苦手だったっていうのは、まあ、実はだから逆を言うと今の仕事にはすごい役に立っていてだから皆さんにあまり覚えろとは言わないんですよ私。だって自分が覚えられないのになんかそれが嫌なんですね。の実はねあのロンドン の講座もやってるんですけど論文って字を丁寧に書けって私結構言うんですけど自分が字あんまり綺麗じゃないんですよ。いつも言っときながら「ああねみん,なみんな来てておめえが汚えじゃねえかと思われてるかな」とかっていうのは結構感じていて、うん、だからあの自分自身があまり覚えろとは言わないのはそういう理由ですね自分自身が覚えられないだからできれば理解をしていくと。でこれは実は記憶力っていうかあの、まあ、いわゆる 認知心理学とかっていう、まあ、そ記憶の分野があるんですけど記憶の勉強でもそれは言われていてあの若い頃の記憶力要するにただ単純にがむしゃらに覚えるっていう記憶力っていうのは若い方が強いんですよで年齢が重ねればどん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 それ落ちていくところがあの理解を伴う記憶力っていうのは最近の研究だとあのどんどん上昇してってるんですよねでピーク的には本当に5060ぐらいでピークくるんじゃないかっていう、ねまあ、それ超えちゃってる人もいるかもしれませんけど、うん、ただまあそれピーク超えたまだからなんかすごく加工はしてなくて で実はその理解を伴った覚え方っていうのはあの年齢重ねれば重ねると強くなってくるっていうことが言われてるんですね最近だからそう考えるとやっぱ皆さんもちゃんとあのなぜなんだろうでずっと講座の中でよく私が言うのが2つの「ホワイっていうんですね2つの「なぜ」ですなぜそうなってるのかとあのなぜ間違えたのかっていうあのこの2つを重視してくれって言ってるんですねであのなぜ間違えたのかはあの今はまだやらなくていいです これはあの問題解くようになったからで,いいです、うん、なぜ間違えたのかで今やっていただきたいのはなぜそうなってるのかっていうそこをしっかり潰してほしいんですね、うん、理解として。でそれをすっ飛ばしちゃうとあの何ですかね覚えられないとか忘れちゃう。うん、で基本的に人間って忘れるんですよ。 よく質問いただくんですねねやっぱり、ね、だから忘れて先生覚えられないんですよってねあのレジュメとかねそのまあ文章のね覚えなきゃいけないこと10個あって朝起きたら3つぐらいしか覚えてない次の日7つも忘れて困ってますって言うんですけど逆ですよ3つ覚えられてる方なの、うん、だからねスタートが違うの10個あって10個覚えられてるの幻想ね <laughs> 絶対無理だから逆、うん、を言えば3つ覚えられてるのっすごいじゃんっていう。 うん、でよく私だから繰り返し見てくださいって言ってるんですけど繰り返し繰り返し見るんであればあの結果的に覚えていくんですよ徐々に。でいいの今言っても10個中ねいや3個なんか覚えるのはすごいよって、ね、俺なんか2個だよって言うんですけど10個中2個覚えられるんだったら5回見たら10回覚えるんだから10個全部。だ繰り返し見るっていうあのそういうようなあの感覚ですかね。だからよくあとででちょっと話をすするんですけど 論文の勉強とかも論文のレジュメ論文のテキストを見ていただきたいんですけどどうやって見るかっていうと本当に雑誌を見るような感覚空いてる時間にあの繰り返し繰り返し見るただし繰り返し見る覚えようと思わなくていいですで繰り返し繰り返し見てあの自然に覚えていくようなイメージが私は一番楽かなと皆さんの中でもないですかなんか好きなドラマとかさ好きな漫画で覚えてるって、うん、あの私はあの「刑事コロンボ」が好きで。 一つは、ね、ドラマで,で刑事コロンボがすごく、まあ、新シリーズは好きじゃないんですけど、まあ、あの詳しい方わかると思うんですけど旧シリーズの,、ねうん、あのやつがすごく好きで,で、まあ、例えば「別れのワイン」とかねすごいいい話があるんですよ。で「別れのワイン」とかって、まあ、最後、まあ、コロンボと犯人がねこう、まあ、あるシーンがあるんですけどまあ覚えてますよ、ねまあ。もしかしたら見るしてるかもしれないからネタバレだから言わないですけどでもそれって、ね、ドラマを見ながら目元って覚えてる方はそんな作業してないんですよ。 ね、あここでこのンボ来てあそこ来たとハニー来たとあワイン捨ててるぞみたいなねワインを捨てるみたいなさ覚えなきゃワイン捨てるワイン捨てるとかってさやんないのよでもなんか昼ご飯食べながらしょっちゅう見てるとそれ覚えちゃうんですよ。だとちなみに日本だとそれはドラマは刑事コロンボは大体ねご飯食べる時であのお風呂入る時はタブレット持ってくことが多いんですけどでほぼほぼドクター X を見てるんですね。 <laughs> あので「ドクター x も何で見るかっていうとそやっぱお風呂って頭だったりやること多いから初めてのドラマを見ちゃうとそっちに集中しちゃうじゃないただなんから何言ってるか分かんなくなるのよでドクター x さんも何回か見てるからもう覚えてるんでああれ原先生が出てくるんですよみたいな感じであのもう大して見なくてもストーリーつながるから、まあ、それでまあしょっちゅうかけてることが多いんですけどそれだって別に覚えようと思って覚えてるわけじゃない何回も何回もしょっちゅう見てたから自然に覚えちゃってるっていうところでだそれが実は勉強も一緒なんですね 要するに担当とか論文とかを覚えよう覚えようと思ってもそう覚えられないことに焦るんでまずは繰り返し見るっていうようなイメージですかねそこをしっかりつけていただけるといいんじゃないかなということになります。うん、で、えー、とあとはねこれまあよく言うんですけどあのー。 自分がが短期で受かっっててるのって何が原因、まあ、最近特にねあの考えたことなかったんですけどよく受講生にはよく聞かれる質問なのでいろいろ考えた時に自分があのじゃあ他の人に比べてよかったことさっきの記憶力も多分よくないし多分私より優秀な方はいっぱいいてで今日皆さんこう来てるじゃないですか多分あの私よりかいろんなことはできるはずなんですよ。でそれはそう思っていてであの絶対皆さんの方が優秀なことがたくさんあるのね。でごめんなさい弁議士の 受験験勉強だだけけは私のががちょっとだけ上なのよ経験があるんで <laughs> そこに関しては皆さんに私すの方がちょっと勝っているんですけど例えばさっき言った語学力技術力、まあ、お仕事とかやられてると思いますからいろんなことは多分皆さんの方が全然知識をお持ちでで、まあ、そういう、まあ、特に便利受験生ってやっぱ優秀な人が多いのでじゃあそこに対してどうやって勝っていくかっていった時に自分の場合は自分の弱点をしっかり知ってるでそこがやっぱり強み、まあ、なんですけど弱点を知ってるってことは実は強みで。 例えばさっき言ったレジュメとかっていうのがあ,のあるんですよ。いろいな答案例っていうのは。で、よく言うんですけど、答案例が覚えられないって質問よくありますね、これ。あの、勉強したと思っても覚えられませんって言うんですけど、覚えなきゃいいんですよ。<laughs> あの、本当ぶっちゃけで言うと、自分なんかはそうで、で、自分が受験生の時どうしてたかっていうと、同じ項目に対して、いろんな答案例を参考にするんです。で、その中で、一番短い答案例を使うんです。あ、これ短いじゃんって。 あるところの時に使ってた東連は10行書いてある。テキストは8行だった。この間の問題3行だった。あ、3行でいいじゃんっていう。で、足りないかもしれないけど、罰じゃないんですよ。だって少なくとも、誰かベ理チが作ってくれたんでしょ、そのレジュメ。ね、東アン。まあ、レジュメレジュメって言ってますけど、模範答案アンとかのこと、我々の業界でレジュメって言うんですけど、そのレジュメは誰か作ってくれたんだから、あ、まあじゃあね、どうせ自分10行も覚えらんないんだから。だから3行だけ覚えたきゃいいやっていう。本当そこは結構徹底しても自分なんかは、あの、覚えやすいのだけ覚える。 だからよくあのね皆さん優秀だってたのは優秀な人ほどなかなか便利しておからないんですけどそのレジメ比較検討とかしだしたのよ A レジメ B レジメ C レジメどれが正しいんだろうとかどれがいいんだろういやこれって何か判例かなみたいな調べてみようみたいなさなんか裁判例とか調べちゃってねで特許庁の審査基準に書いてあるに違いないよーし特許庁のホームページ見に行くぜって2時間ぐらいかけて調べて。 ここだここだみたいなよしこ俺はここまで調べたぞって言うんだけどその人を調べて2時間3時間かけて判定見ました審査基準見ましたでもやったことって今言った8行のレジュメ10行のレジュメを見ただけなんですそんだけ時間かけてだったら私みたいにいやもう分かんないそんな理由覚えられないからあの3行のやつも覚えたけがいいやつったらもうそれで終わっちゃうんですよ勉強だそこを私はもう徹底的に切り分けてるっていう形ですかね うん、だからあのやっぱり皆さんがご自身であのさなんすか、ね、強さとか弱さっていうのをしっかり把握されるのがいいかなと思います。であとは、まあ、自分があの学習塾をやっていたので、まあ、やっぱり同じことやるんですよねこれ保護者会とかやって、まあ、当然子供向けにはやんないですけどまあもうね嫌というほどやってました保護者会。で保護者会は私はすごくあの好きで。 自分が学習塾時代ってあの自分が入る前って通常保護者会って1年に回回か2回なんですよで私の考え方って違っていていやお金出してる保護者なんだから保護者に説明しなきゃダメでしょってことで私がやってた時って月1でやってたんですけどやっぱそこは誰に説明するかっていうのは私はすごく重要だと思ってたんで,で一番最初の保護者会で言うことが必ず決まっていて、まあ、ガイダンスとかでもお話しさせていただいてましたけど、あのー、結局お子さんっていうのは皆さんの多分あの親御さんがプロなんですよ。 だこの子がどういう性格かとかどうやったらへこむかっていうのは私はわからないんです特に当時若かったですねあの全然わからないからそこはお任せしますとあのこっちは全然そこはもう素人ですお子さんのことったら親御さんが一番知っているとただ小学校5年生が何を間違えるかはこっちがプロだから,だからそれはこっちが確実に知っているとだから焦らないでくれと要するに5年生で「あ今うちの子帰ってきたら植木さん分かってないどうしよう」とかって焦らなくていいですよって でそれはなぜかっ言ったらただみんなができてることはできなきゃいけないからそこの判断は必要なんだけどそれはこっちでしてるから不安に思わないでくださいっていうであとよく、まあ、ちなみにもう1個言ってたのは、まあ、あの時々ねそう相談でね勉強の相談もあってそうなんですよだいたいね、えー、と7割便利士の相談試験の相談が多くてよくいるとで2割があの実務の相談があって、まあ、実務もふやってるんで,で1割がその他で。 1>, 1割のその他はコンピューター買うんですけどって相談となんかあと携帯のなんとかって相談とあと子供が今年5年生ですけどっていう相談が割と結構来てでアドバイスしてあげるんですけどでその時に、ね、よくあの自分が言ってたのは子供にあに帰りに何をやったか聞いてくれって必ず言ってたんですよ帰りながら、うん、今日何勉強したとかそこでも絶対言うんですね今日ねあの歴史やったよって江戸時代やった徳川家康やったってあそうなの家康ってどんな人だったのってなんかね江戸で幕を開いたんだよとかって。 何気ななない会話んんでですすけどそれって復習なんですよ要するにその日にやった勉強をその場で反通するっていうのが一番の復習で,で家帰って復習しなさいって言ってもなかなかできないから子どもはだからそれは話しかけてくれとどんどんしたら子どもが言えばそれが復習になりますよって話をしていてで実は皆さんも一緒で,で皆さんもその日でこれは今日これやったあれやったっていうのが一番いい復習なんです。 ただねねね残念なななながら聞いいいてくれる人いないですよ、ね、<laughs> なかなか、ね、家帰って言ってもご、ね、家族行ってもうるせえなみたいな感じで言うしお子さんに話してもしょうがないしねだからあの一時期ちゃんとツイッターを使ってくれっていうのはよく自分言っていてツイッターでつぶやけばいいんだと今日はこれやった勉強これやったってそれで何をつぶやおうかなっていう今日何をやったかなって考えることが復習なんですよまず最初の復習だそれを帰り例えば電車の中とかでやればもうそれだけで全然違うんですね クシュとだからまあそういうことを例えばやってくださいとかあの結構ね、まあ、今日言ったらそれだけ時間なくなっちゃうんでいろんな話をするんですけどあの意外にやっぱり自分自身がそういう業界にいたからあの勉強法の話は多いですね私は、うん、こうした方がいいですよああした方がいいですよっていう、うんでまあ、最近ブログではあんまり書かなくなったんですけど、うん、本んに家でかみさんになんか大人向けの授業じゃないよねって言われて <laughs> なんか子供にやってるみたいだよねみたいなでも自分自身やっぱり勉強ってあの勉強法がすごく重要だと思ってるんですね この教えていくっていう作業においてはでさっき言ったようにあの覚えることをあ,のあまり言わないっていうのもその一つの方針で私の,あの覚えてくださいってあの私の負けなんですよこれって要するに皆さんにあの今日ここを覚えてくださいあの記憶してくださいっていうのは言ってしまえば皆さんにボールが渡るんですね勉強の仕方としてで言ってしまえばさ今日テキスト丸ごとやってはいこれ全部覚えてくださいって言ったらそれで講座終わっちゃうんだそれさせないのがあのこっちの仕事なんですね いかにそこを効率よくしていくかで。その時に皆さん勉強していくと不安なのが分からない忘れたできないっていうのがすごく不安になっていくんですけど分かかなななくていいいいこことととけがありますで。それが何かした時に今後勉強していく時に今までの合格者はここは理解できてるあここはどうせ後で忘れるっていうのが実はあるんですねだからそれが自分でやっていくと判断がつかないんですよ全部重要に見えちゃうから。 だからそれはあの明確に私のこと言ってきますので、うん、ここは今はやらなくていいですよだからあと2月ぐらいにやればいいとかあここに関してはあの今しっかりやっといた方がいいとか、うん、それはちゃんと伝えていくのでかかんなかったらそれは聞いてくださいであのイレギュラーなんですかねあの大まかみんなが共通することはこっちで話ができるんですけどやっぱ勉強法って10人いたら10人違うんでだから私はどうなのかなと思ったら聞いてもらったら全然それは構わない。 うん、と思ってますであので質問って本当にあのお互いありがたくてお互いありがたいっていうのはあの皆さんが質問をすることによってあの私も何がが分かかかってないかが分かるんですよで今こうやってもうさ20分ぐらい私が一方的に喋ってるんでしょで皆さんが何考えてるか分かんないで今ねうっせえな」とかね「うん、なんだお前そんなお前が2回よかった人がどうでもいいんだよ」と思ってるか「ああそうなんだすげえな」っていう人もいればね多分いろんな人がいるんですけどで、まあ、今はいいですよどちらもってもらっても。 でも勉強ってやっぱそれは困っちゃって私が職務集めの説明してるのにみんながねわかんねえなーと思わせたら困るのね私は。質問されればああの説明じゃ伝わらなかったんだってのがわかるんで私も。すごくありがたいんであの質問自体は本当にあの気楽にしていただくっていうあのそれを皆さんとちょっとね一緒に約束をしていきたいなと思います。はいいうととうころで多分またあの 2年ぐらい自己紹介しないかなっていうか <laughs> あんまり自己紹介すると長くなるんでうんあ,のあんまりしたくないんですけど一応そんな感じでまあスタンスはやってるということなのでということですはいでえっと先に勉強の話をちょっと1ページに戻って話をしますと必要なもので法文集ですあのこれだけうんあの法文集があの皆さんの勉強のお供ですね <laughs> あのこれもねあるんですよこれ条文ってあるんですけどねこれ条文法律ですよねうん条文読んでなんかわかんないんですけどってね、うん、それわかんないのは当たり前だから <laughs> あの条文読んでわかる人いないですよこれ読んであなるほどみたいなね、うんまあ、特にね特に嫌なところですけどね184条ってこれ「いやよ」ってねじゃあ出しゃじゃないんですよ本当にに「いやよ」って言うんですけどいやよってもう,もうまああの今諸学者の人はあんまりね何も感じれないですけど多分経験者の人は今顔しかめつながってますよこれかあこれねうん で論文でも出ますここでも例えばこういうところだすごくね1845条約絡みなんですようん。だら条約っておかしくないですか勉強で出てくるってだって日本の法律じゃないんだもんで条約出てくるのってあの弁理士試験ぐらいなんですよ国家試験の中で日本の法律じゃないこと聞いてくるんだから、うん、非常にねあの変わってるんですいろいろ弁理士って変わってますよあの仕事としても変わってるしあの弁理士ってさ他の資格と違って権利作るんですよ あの、弁護士とかって権利は作ってないんですね。あくまでもめ事を解消するとか、とか書士さんとかね、登記とかしてこう権利をはっきりさせるとか、行政書士さん書類を作るとかあるんですけど、あの、事実関係は変わらないんですけど、弁理士だけ発明から特許を作るんですよ。いや何言、なんて発明と特許で一緒じゃないんですかって言ったら、これ全然違うんです。発明の特許は全然違っていて、あの、どんなに発明でも、しょぼい弁理士がやったらしょぼい権利になる。し、あの、いい弁理士がやったらいい権利になる。 でそこが実は弁理士の腕なんですよでそこがなんですか、ね、あまり理解できてないと AI でできちゃうんじゃないのってなるんですけど確かに AI が今入ってきてるので、まあ、皆さんが合格して、まあ、多分一生ね弁理士って仕事でやってた時に10年後15年後っていうのは AI っていうのは相当入ってきてるベースは AI でできちゃうかもしれないですただしあの完璧には多分ならないですそこが難しいんですよ AI っていうのは、まあ、自分自身が情報でやってきてますから90%までの精度って上げられるんです AI って。 そこを100にしななきゃプロってダメなんですよ,ですよ AI で診断しましたと、ね、いや90%は診断できますから、まあ、10%誤診で時々死にますけどねって言われても <laughs> そんな病院怖くていけないですよ特許も一緒で実はあの9割方作れるだから私自身は AI どんどん入ってきて楽になったらいいなと思ってますよ。うん、いやそれで例えばね明察とかもなんかもしベースとかができるぐらいであれば楽になるんですけどただそこから本当に検知して使えるものを作ろうと思ったらそれは大変です。 それを皆さんが今後仕事としてやっていくっていうことになりますので、うんで全然 A が入ってきたからと言ってよく便利なこ事なくなっちゃうんじゃないですかそういうこと言われるんですけどそんなことはないです。はい、でちょっと話を戻しますと訪問集っていうのだけは必ずこれあの買ってください訪問集に関しては2種類あってこれ今発明,これ発明協会になってます今発明推進協会なんですけど発明推進協会版とパテック版であります。 でえー、とおすすめって書いてあるんですけどあのパテックの方が何がいいかっていうと一応試験向きなんですよパテックって出版社なんですけどで、えーとね、まだ新しいのが出てないかな、うん一番まあ、あれまだ出てないよね、うん、パテックのまだ出てなくてで、あのー、もうちょっとい,いつか、ね、知,ってた知らない <laughs> あのホームページによく出てるんですけどであのもうちょっとしたら出るんですよ来年の今改正が入ったものが。 っていうのはなるんですけどだだかといってそれ待つわけいかないんで、うん、あのー、よくね法文集ってねけちる人言葉悪いですけどごめんな言葉悪くてけちる人いてよく受験期間長い人でボロボロの法文集持ってしてるのよ4年前か5年前のいや法文集買ってくださいねしょっちゅう、うん、せいぜい23000円だからねあのー、あんまりちょっと言い訳ないですけどこうレックのね講座代にかければはるかに安いですから法文集必ず買ってね、うん、あのこれけちらないで、ね。 私とかは本当に出るために買ってましたからでこの発明推進協会ってね実務者向けなんですよだからあの結構年,年にね3回か4回出てきます、うん、メリットは字が大きい <laughs> パテックちょっと字ちっちゃいんですね、うん、私ももう何ですかね結構視力がちょっとなんか近くやっぱ見にくくて。 老眼とは言わないですけど近くがちょっと見にくくて <laughs> なのであの字を記がありがたいんで発明推進協会の方がもともと推進協会の私は見やすいな見やすいただあのね唯一1個だけさっき180条あっまた、あ、ここ180条180多いな180条ってこれ PCT って条約なんですけどでこれってね PCT 規則っていうのがあるんですよでそのまあ法律が試験に出るんですけどそれが載ってないんですこれ PCT 規則は。 だそこだけ唯一デメリットです。PCT 規則を見ようと思ったらあのパティック規格か Y ポに行けば条文集あるんで法文がだそこについてはあのどっちを使っていただいてもいいかなっていう感じですかね、うんはい、他のはちょっと敷居先生6六ーとかはあまり使ってる人が少ないかなと思いますあと4 っってていうのののががあってで四方対象は特日優勝勝票の4つの法律が並んででるあの条文書ですちょっと独特な法律の,あの条文なんですけどでこれまたね新しいのがまだ出てないんですよ。で隙間が多いので、えっと、特許の1回目の時にちょっと話をしますけどあの、まあ、よく私の言うことで落とし込みとかノート代わりに使う人が多いです四方対象。 ただそれなりにこっちはお値段するんで、えー、45,000円ぐらいするのかな。だちょっちょとポンポン買い直すとはきかないので、うんまあ、ちょっとどうするかっていうことになります。はい、あと法令集っていうのは今最近出てないですね。あのこれ黄色いやつでかなり分厚いやつで施工規則とかそういういろいろ書いてあるやつになります。ちなみに本番で配られる法文集っていうのもあるんですけどあの論文試験の時にそれはもうちょっと大き,大きいです。サイズが。大きいやつで。 であの本番で使ってる法文書を使った方が良さそうなんですけどその法文書を使わなきゃダメだっていうレベルだとあのまだ試験受からないです <laughs> だからあんまり気にすることはないかなと思います。っ、は、ていう法文書ですね。で青本で青本っていうのがあのこれどういうやつか工業所有権法築上解説っていうことで、えっと、要するに条文ごとに なぜこの条文があるかとか趣旨とか理由付けが書いてある本ですめちゃめちゃいい本なんですけどあの日本語だから読めば分かるんですけどじゃあどう使っていいのかっていうのが分からなくてだ最初の頃は多分見てそのまま終わっちゃうって方が多いですで昔は青本買ったら金光図に行って分冊してくれっていう話をよくしてたんですよで分厚こんな分厚い本だから。 めっちゃ分厚いんで,で金庫図に行くとあの分冊して再生本してくれるんですけどなんか気が付いたらそれべらぼうに今高くなっていて昔ね2000円か3000円だったんですけど多分青本1冊買えるぐらい今するだからなんか,なんか分冊したら青本2冊分ぐらいの金額をしたりするのでまあちょっとどうかなただ愛着はめちゃめちゃ湧きますねなんか分冊すると自分専用の本みたいになってあとは特許庁に PDF もこれ載っけてたっけ俺ズンあ載ってないや 後半に載っけてたかなどっかにリンク貼ったような気がするんだけど貼ってなかったあの検索かけてもらえば出ますねうんあの工業証券青本とか工業証券の築城解説特許庁とかで検索すればあの PDF で一応特許庁になります全部うんなのでまああの何かの時に見ていただくで昔はこれ青本だけで本当勉強していくっていうやり方もあって青本読むのはすごくいいんですけど時間がないので、ね、いかんせん。 時間があるのであれば見ていただいた方がいいかなとは思いますであと,、えー、と勉強が今進んでる方向けですとちょっとまあさっきねちょっと講座前で違う受験生と話したんですけどふと思いついててよく私が受験生の時ってあの落とし込みをやっていると落とし込み、まあ、あの要するに落とし込みって何かっていうと担当の試験で出たところをチェックしていくんですよ条文とかでどこ出てますかってそれを落とし込みって言っていてあの本当に1年目の人はまたあとで説明します で2年目以降の人はやり方多分知ってると思うんですけど落とし込みを青本でやっていくってことをよくやってたんですよ私なぜから青本の記載のどこから出てるかっていうのを全部チェックしていくことでやっていてで実はそれをやると、あのー、まあ確かに青本を読むようになるので、まあ、メリットはあるかなっていう気はします、ね、だからまあやってみてもいいのかなとただあの四方大しの落とし込みをしとかないとあの後々帰れませんっていう歩行の時にめちゃめちゃ困るんで。 まあそれもまちょっと話をしますけどだからまあ実はやっといた方がいいのかなっていう気がしますはいであとはえと改正本審査基事次の2ページですけど改正本審査基準過去文集とかっていうのがありますとでえっ、ー、とこの辺はいいです特には、うん、あのまあ必要に応じてダウンロードして見ていただくのが一番いいんですけど時間的に厳しいかな審査基準は見なくていいです あの講座の中で説明するんで試験で出ることは。は審査検事って何かっていうと特許庁があのどういうタイミングであの審査をしているかというのが書いてある話ですね。例えばまあもうめちゃめちゃ簡単なところだとご存知かもしれませんけど特許二十九条という条文があります。で発明というのはまあ特許を取るためには世の中に知られてちゃダメなんですね。うん。でそれが条文だと何て書いてあるかっていうと こうですね、産業上流することができる発明をしたものは次に掲げる発明を除きその発明について特許を受けることができると書いてあって、えー、1号これ1号って読みますねこれに条文29条でこれ2って書いてあるでこれ2項ね二校でこれ,項でこれ 1, 1項はね数字ないんです1ってほぼ本,本当は、うん、でこれ1項っていうのはなくってで1項2項って読み方になりますでちなみに漢数字になったのは1五って読み方をします1五2五3五。 だから29条1項1項1項2項1項3項という読み方をしていきますでちなみにここのことを29条1項柱書きなんていうことをします、うん、いいんじゃないか別に今はそんなにねあの一気に覚えようとしなくてで29条例えば1項3項特許出願前特許出願前に日本国内または外国において反포された観光物に記載された発明または電気通信回線に通じて更新利用可能となった発明 言ってしまえば、えー、と本に載った発明とかインターネットに出た発明については登録を受けられませんということになります。なるんだけどじゃあ特許出願前っていつなのっていうのが十分に書いてないんですよ。何も。で一応ここまで見るとあのなんですかね十分には書いてないんですけどあの日時までですかね時間何時何分何秒まで見るってことは特許出願前って言葉でわかるんですけど。 これ特許出願する直前って意味なんですね。で、なんでかっていうとね、これちなみに29条にいて条文が同じくあるんですけど、似たのが。で、こっちだと、特許出願にかかる発明が、当該特許出願のって入ってるでしょ、漢字が。の、日前って。さっき言って、特許出願前っていう言葉だったんですけど、特許出願前って言葉だったんですけど、今度特許出願の日前ってのが入ったでしょ。このが入っただけで法律って意味が変わって、これ同じ日は含まないんです、29条には。 例えばそういう違いい違があったりしますね嫌だよね,こう,いうねこういう細かいことやっていくのよ勉強で <laughs> そう言った時にじゃあ分かったと「出願前」って書いたんだけどじゃあ時分も見るとこれじゃあ日本時間なのか外国時間なのかとかねいうのもあるしじゃ本ってどうなってんのってこの本って何時に出たのって世の中にっていうのが十分から分かんないじゃんでそれを審査基準とに書いておくわけ特許庁がこれこう判断してください雑誌に関しては原則同じ日は、えー、無視していいですよ だけど、まあ、明らかにあの発行時間が分かれば駄目、えー、な時もありますよとかっていうのを書いていて審査官がそれに基づいて審査をしますふむふむと雑誌は同じ日は除外していいんだなとかっていう,うんで一応それを皆さんに情報提供として公開してるのが審査基準ですで特に以上になったら条文からは何もわからないんですほ,ぼほとんど <laughs> どうなってるのかわからなくてほぼ審査基準に頼ります でもそれを読むのは大変なので一応それに基づいた講義をするので講義を理解できればそれで十分です。まあ、絵が書いてあるからね結構審査基準ってそう冷蔵庫のここダメだよとかね掃除機のこれダメだよって絵が書いてあるから、まあ、絵本みたいに読むのは OK ただなんか読んで勉強してっていうのはねあ,のあんまりよろしくないので、まあ、時間もったいないから、まあ、まあそこは気にしなくていいかなと思いますはい。であとね過去問 ででああのの過去問がめちゃくちゃゃく重要ですあの私はもう本当に過去問至上主義じゃないですけどもう過去問教とかって立ち上げたいぐらいのまあ教祖にはならないかもそれほどカリスマ性はないですけどただもう過去問教ってあったらあがめたいぐらいの過去問が絶対。でなぜかって言ったらね結局あの試験って相対評価の側面が強くなっていくんです。担当は残念ながら39点で絶対ないんです。 全員が39点取ったかかどうかで判断されるで39点取れば担当かります今の仕組みはね大体、まあ、ちょっと今後わかりませんけどだ現行法はそうでずっとで38点以下の人はダメで担当はそれでいいんですけど自分との戦いですけど論文ってねこれ相対評価なんですよ。で要するに受けた中で三分の一、4分の1から3分の1の人が合格できるって仕組みになってます。 だからね正解にこれを書くっていうよりかは他の人が書いてることを漏らさないで書くっていうのが論文は大切。ちょっとそこがね勉強の仕方が違ってくるんでねよくそれをねあのそうじゃなくってもとにかく答えを覚えちゃおうっていう人がいるんだけどそうじゃないの。答えに書いてる中で他の人が何を書いてるかそこを重点的に書いてあげるっていうのがすごく大事な論文試験は、うん。私はそれを教えてる。あこれみんな書きませんよとか、うん、いうことでやっていきます。 うん、で論文をやるとねあとよくあるのはさこれ秋からもうねこれあのー、ちなみに勉強開始するのに遅いも早いもないのよ勉強しようと思った日がスタートー、うん、でこの間もねたまたまツイッターでそういう質問があって、まあ、通信のスマートやろうと思ってるんですけど今からやるのと春からやるのどっちがいいですかそれも今からですよ <laughs> あの勉強とないうのは始めようと思った日からやるのがいいんで何でもそうよねあの運動だってそうじゃないですか。 ね、あの後かららやややろろううじゃなくてやろうと思ったら、ね、今やるのがいいでしょ勉強もそうなんですけどそうそう、うん、だから、まあ、とにかくもうやろうと思ったらすぐやっていただくという感じですね。と、はいうその、まあ、過去問なんですけど過去問あここも、まあ、しっかりやっていただきたいとその、まあ、論文ですね論文に関してはそのまあ相対、まあ、今やってる相対評価になるのでこの人が何ができたかとでガブんさん早速話を戻すと担当と論文って その今から論文をやる必要があるのかと思うかもしれませんけどこれ切り口が違うんですよ担当と論文で担当論文口実って扱ってるのは法律で1個です特許法なら特許法だけでなんでその3つの試験があるかっていうと担当は知識を見てますちゃんと知識ついてますかとで論文はあの我々って文章を書くのが仕事なのでお客さんに対してどうアプローチできるかって説明が文章でできますかっていう力を見るのが論文です で、打ち合わせとか要求するんで、口頭で説明できますかというのは口述です。その3つの力を見ているんですけれども、じゃあ、勉強する上で何が違うのかっていうと、担当試験ってこう点の勉強なんですよ。こういう感じで。ポンポン。知識が、ここ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 って感じで埋まっていきます。それが、論文は線になるんです。お客さんから商標権侵害って言われました。どう対応しましょうかとか。 特許庁からこれは登録を受けられませんって言われました。あなたならどうしますかって聞いているのが論文ですあ。そうすると、あ、あの時に勉強したこの知識とこの知識とこの知識を組み合わせればいいんだなっていうことは勉強していく。っていうことは担当でめちゃめちゃ細かい点の勉強だったのを一本につなげるのが論文なんです。ということで考えれば、両方でやっていった方が絶対に効率がいい。っていうことになります。要す担当でやっちゃうと、あの、穴が開いていっちゃう。 そこはあの2つでそれも全部論文過過去去問問です私は過去問ベースになりますで論文に関してはちょっとあのさっきそこの受付でパンフレットを取ってきて講座の流れのだけでちょっと話をさせていただくとあのこの講座ってこんな感じでこれまあ皆さん持ってないでしょパンフレットねあの画面見て頂ければいいんですけど今こうなっていて。 で、今、今日、今日ここから始まっただけね、ここが。で、できれば、だからここの勉強を進めて、これ通信なんです。で、なんで通信にしてるかって言ったら、あのー、要するに家で平行で勉強ができるようにしていただきたいと思ってるのね。ずっと論文に関しては。だからもう早い人はどんどん平行でやってってほしいなっていうのがあって、だから家で見れる状態にしてます。で、その時に、 もう今、いや、私はもう去年とかちょっと勉強してましたよとか、ある程度、なんですかど、4法については言葉は知ってますよっていうことであれば、もう論文の講座を並行でやっていってくるということになります。で、それに対して、いや、今年今、初学者ですね、もう一から始めてますってことであれば、やり方は2つあって、1つは今言っている基礎力セットアップですね、この講座をまあ、通っていただいて、で、これが終わったら論文を進めていただきたい。ただ、 そうするとこれね基礎力セットアップって終わるのが11月だっけな確かちょっと遅いね、うん、まあ、いろいろ話すことがあるからあそうねもう11月の後半なんですよ終わるのそうするとこっから全部終わって論文やりましょうっていうとで論文っていつまでできますかっていうとね長くても来年の1月までで2月以降になるとこの下三方っていうここね うん、このいわゆる、えー、と担当でしか出ない項目っていうのがあるんですけどこの勉強が始まっていきますでこれもあの家でできるようにあのこれもつあの配信にしています一応この講座に取り直しますけど、うん、一応だ講座向けにさあのそれ講座講座向けの冗談とかあるじゃない。 でだ共通のさそれ入れなきゃいけないからそれ取り直ししたので別に <laughs> それだけの理由じゃないですけどで一応まあこう取り直しをしていてあの、まあ、この講座用の講座なんですけど配信が1月から配信始まるんで早い人はもそこから見ていってほしいってなってるんですけどそうさ11月からだとだら論文が1か月半ぐらいしかできないんですよもうちょっとやっときたいなっていう人のためにあのここの先取りの配信があってこれ これ何かっていうとその私がスマートっていう通信講座をやってるんですけれどもそこの入門講座をあの配信先に見れるという制度があってでこれをあの見ていっていただくとこれね通信向け今ねこれ,もう,あれでしょあもう疲れてきたでしょだんだん聞いてるとね人なしで聞いてると疲れてくるよね <laughs> であの講座3時間で1コマなんですよ数学の講座って。 で結構きつくて3時間で一コマなんだけどあと一言言っとくと休み時間ちょっと遅めにとるんで、うん、あのちょうど真ん中では取らなくて体あれこ体3時からだね気がっいたんだけだからまあ3時からだとだいたい4時40分から50分間ぐらいめどに休み時間入れるようにしてるなんか後半短い方が良くないですか なんかあまた1時間で帰れるみたいなさあのいう気持ちがあってなんかね早めに休み時間に入れるとああまだ1時間半がどうしようってなるんじゃない、まあ、どうしようと思わないかもしれないですけどだからまあそういった意味ではあの全然あのなんすか、ね、後,後半が短くなるようにしてるんで、まあ、トイレとかちょっと考慮してあのしていただければと思うんですけど大体 <laughs> 私いつもその休み時間1時間40分から50分間ぐらいの時に入れて残りを1時間ちょっとにしたいっていうそんな感じですね。あ,あとね全然ちょっと全然この、ね、いろんな思いつかないしちゃうからねごめんね。あの 質問の先話をしたんだけど講座ってねやっぱ3時間長いんだよね。で途中でね日によってはねあの本当これはもう私が申し訳ないんだけど眠くなる時あるんですよ皆さんも。で、まあ、前から見てるとあちょっとお疲れかなというのは分かるんですね。で分かるとこれね何が問題かっていうと寝てるとやっぱね負い目を感じちゃうんだよやっぱり途中寝ちゃったみたいな。でそうするとそこ分かんなくなるじゃん。質問しにくいんだよね。 寝たでしょって寝たの質問いったら何こいつ寝たのに来てんだよって思われるんじゃないかってさやっぱ不安に思うわけよで自分もやっぱそういう経験あったからねそれ分かんなかったんだけど途中やっぱ寝てたから前からバレてるかなってなんかこれ聞きに行ったらねお前寝てたからだろって思われるんじゃないかやっぱりそうじゃないと時でもねやっぱあるんで朝は気にしないでくださいあきるって言ってもらっていいですよすい寝ててここ聞いてませんでしたってそしたら説明してあげるから、うん、ああそうみたいな感じであのやってほしいのは受かってほしいことなんで大したことないですよそんなことうんだからまああとあのまあ よいしょよいしょっていいですよう、えー、ただ手挙げて当てますけど <laughs> あのそのタイミングでねだってなんか手挙げたんだからでもしゃべった方が元気になったりするから、まあ、まあ当ててほしいとこれは、うん、で結構あの今日とかは何も言わないですけど私結構当てる方なんで講座で、うん、あの当てて間違えてほしいっていう <laughs> あの非常に意地悪かもしれませんけど、うん、あんま基本的に、ね、当ててるときは、ね、答えられない質問投げてるんで答えらんっていうのは難しい質問って意味じゃなくて考えなきゃいけないっていう質問ね。 うん、だってね皆さん私本当にいつも言ってるんですけどこれから受験生になったら受験生ののだ,だけで間違えていい特権はあるの受かったら間違えちゃダメだよもう、うん、結構だから自分の受講生でも合格者の人が「いやーあの衣装って難しくて分かんないよね」ってつぶやいてたら結構怒るんですけど便利士になってるじち衣装が分かんないからさじゃあ勉強しろっていうプロなんだから。 うん「苦手だから分かりませんと」となんたることだっていう、うん、そんなのねそれも Twitter で世界に発信するのはけしからんって結構真面目に言うんですけど、うん、で受験生でも言っていいわけよ受験生だもんわかんない全然わかんねえよってね、うん、で逆に言うと間違えるのも受験生のなるだけだからガンガン間違えてください、うん、で間違えてあそうなんだって学習があとあと覚えていくし、うん、で特にあの 一番最初にさ友達になりましょうって言ったと思うんですけどまああの講師ってまあ先生っていう立場で教えてるけど学校の先生と違うんだよね我々って。うん、あの皆さんを評価してるわけではないので別に、ね、あこの人できる人できない人とかさそれ成績をつけてるわけでもないですし、まあ、逆に言えば皆さんが私を評価する立場って言っても過言ではないのであんまそこ意識する必要はないですよ。間違えてるからあの間違えたから悪いとかできてないからダメだって話ではない。うん、とにかくもうどどんどん確認をして でできることを潰していくってことですね、うん、なのでこの「先取り」っていう配信があるのであのこれを見ちゃってください、うん、特にあの初めての人は、うん、どんどん見ちゃっていいですどんどん見ても覚えらんないんじゃないかいいです復習できないんじゃないかいいです <laughs> あのさっき言ったようにどうせあのやっても忘れますから、うん、あの細かくやっても、うん、で忘れたらそこでまた勉強すればいいんですということでこの講座見切っちゃえばあの通常ここに行けるんですよもう一通り入門やるんで。 したらこの講座を聞く時もすごい楽だしでこれ本当に1時間1コマなのねこれ通信用なんでスマホとかで移動中とかでも見れますからとにかくもう見ることを目的にしてもらって構わないですで最初の頃はあの一番最初の目的って何かって言ったら用語例えばさっき言った不死を取り消し審判とか不正死,死を取り消し審判とか利用停職関係とかっていろいろ出てきます関電書、組食い物衣装聞いたことがあるぜってレベルに持っていく説明できなくてもいいですあ,あなんか食い物ってありましたよね 構成不品、ああなんかあったなみたいな、ね、そのレベルでいいんです。うん、まずはそこに持ってって初めましてを避けていく。うん、これでもね、初めましてっていっぱい出てくるんですよ。例えば特徴記載書とかってね、うん、まあ衣装であるんですけど、まあそれもなんかあれあったっけなとか、うん、よくね、あの結構、まあ自分の受講生でつあのツイッターあの X を使ってくれてる人が多くて、こうつぶやきをまあ見てるんですね。 でそうするとさ結構試験直前になってこうみんな書いてくれるんですよ。えー、そうなんだみたいな。 この時に審判請求書補正できなかったんだって俺、講座で結構ここしつこく言ったんだけどなみたいなね、あの、とこは結構あって、でもまあ、分かってくれたからいいやって、要主変更できないんだって、初めて知ったって書いたんだけど、いや、俺、講座で結構ここ、絶対みんな間違えるからやってねって、チェックしてね、グリグリしといてくれって俺、言ったつもりだけどなとかね、あの、結構あるんですよ。やっぱ忘れるもんです。うん、いいです、いいです、忘れるから。だからね、忘れること悪いと思っちゃダメよ。うん、だから、あの、最初から忘れると思ってたら、覚えてる方がすごいのよ。すげえ、覚えてんじゃんみたいな。 天才みたいな、うん。そんな感じで全然いいので、はい、そういう感じでやっていきましょうよ。で、えっ、ー、と、あとはもうちょっと、もうざっと見ていただければいいんですけど、他のものはいらないです。あの、専門書とか、あ,のあと裁判例に関しても、あの、基本的には、あの、講座の中で扱ってるものだけで十分です。あの、試験に出る情報は全部伝えますんで、あの全部伝えますかちゃんと試験出る情報は。うん。あのそれさえやっていただければ十分になります。 でえー、と講義の進め方ということで、えーとまあ、出力セットアップの話があるんですけど、まあ、ちょっとこの辺はちょっとまあこの話をしていると時間もなくなるので、えー、とここはちょっとまた講座始まった時に説明していこうかなと思います。で特にこれもんですね。これもンをちょっと例年講座のやり方を考えているんですけどあの今年はこれもンを早めに使っていこうかなとコレモンっていいううのは何かっていうと。 まあ今日はガイダンスの資料がないからあれですけど担当試験の問題を十分文ごとにまとめたツールがあるんですね教材が。それを最初の特許法からお配り多分してると思うんですけども、えー、とそれを合わせて使っていくという形です。どこに何が出てるかとかいうところを過去問ベースで把握をしていくという作業ですねちょっと早い段階から今年はやっていこうかなというものを持っています。で これも,もうそうだね今日自分が持ってくればよかったんですけどついカバンが重いことにあの躊躇して持ってこなかったんですけどでょあのね勉強やることもうねあの私のことだって明確に決まってるんです、うん、皆さんが何をやっていくべきかっていうのは決まっていてそれだけ伝えますね。あのいろん あのいろんな教材とかいろんなやることがあるんですけど最終的にこれも理解していただければ OK です。もうそれで終わりです。でごめんね、そう、印刷したのを持ってくればよかったんだけど持ってこなかったのでえっとまた画面で。 こういう感じですね。例えば、さっき292の2って話をちょっとしたと思いますけど、これ292の条文があって、で、それにその29、例えば特の29時の292であれば、292に関連する問題だけを全部並べてるっていう教材になります、担当の。で、これを早い段階で理解していただきたいんですけど、この時に、あの、これ答えね。答えのテーマが同じ問題はこれポンって,って私まとめてるんですよ。 だからさっきのさ「えー、っとコレポン8」って書いてあって「同日出願には適用なし」って言ったでしょさっき話出たじゃん私「出願の日前だから同日って適用ないんだよ」って言ったのが実は過去問で出てるんですよ何回かこれをまず年内に押さえていただきたい全部の条文に関して最終的な、ま、最後のまず最初の目標は年内にこのコレポンっていうのが理由を含めてねなんで同日にはってだからここがすごく大事で 29条にって条文。まあ、今日はいいですよ。細かいこと言ってないから。とにかく何かダメだ。それになったらアウトだって条文が今、これ29条にって条文です。で、29条にっていうのは、例えば自分が出願しました。他の人が出願したときに、まあ、自分よりかちょっと前の日に出願してると、拒絶になっちゃうんです。同じ内容っていうのがあります。これは。いいですね。公開になってるときは29条です。 で公開になってないんだけど、自分よりか1ヶ月ぐらい前に誰かに出願されちゃってると、これ29九条2って十分で拒絶になります。細かいところは今日はいいです。ただし、今言ったように、十分で出願の日前って書いてあるので、同じ日の場合は適用がないんです。で、勉強で大事なのが、同じ日に適用がないんだってことが分かれば問題が解けます。だけど、大事なのは、実はその次で、なぜ同じ日に適用がないのかっていうところなんです。 そこまで抑えたら間違いないなですで同じ日で適用がないんだって終わっちゃうとブレます忘れちゃうからあれどっちだったっけなってなるの。でかっていれば、OK、でかつもっと勉強が進んでくると同時実室外にじゃあ適用がないって他にもそういうのあったよねっていう関連する条文っていうのがあるんです同じキーワードの条文というのがそれが思いつけば完璧。 何でしたっけ、はい、<laughs> 同時質が適用がないよっていうここはもうバシッと出てきますんうん同時質がね適用がないよっていうで関連する条文じゃあ三、ね、39条適用されるじゃなくて適用されない条文ってあったでしょ同時質がだから適用ないですっていう 後ろ <laughs> あれ。あ、冷蔵庫。うん。三十九条は同日適用されるんだよ。だから、あの、三十九条って、適用されないと条文があったでしょ。同質が適用されませんよっていう。同質のものについては適用されないんだっていう。あれ、後ろ。 何かだったりえいえ、え、何あ衣装だと何 ?302 ってことああ、まあいいですけど。うん。あまあちなみにあの、私が聞きたかったのは、これ利用関係がそうなんですよ。利用定職関係に関しては、同日間については適用がない。同日のものに関しては適用がない。これ実は、あの、理由が一緒なんです、両方とも。これ何かしらね、同じ日に出してるっていうのは、要するに早いものがの、早物貸しなの特許って。 早い者勝ちだから先に出してる人が偉いんだけど、まあ、同じ日に出してんだったらそこの価値は一緒じゃねっていう。一日でも早い方が価値が高いんですよ。取っでも何でもみしっていうのは。ところが、まあ、同じ日に出したんだればそこは価値が一緒だからあのお互いなんせダメにしないようにしてあげようぜっていうのがこの同時の適用がないっていう29条の条文でその考え方と実は72条って利用関係があとで出てくるんですけどそこも理由は一緒です。うん、っていうのがだって頭の中でこう関連がどんどん紐づ付いていくと。 めっちゃ確実にん解けるんだ、うん、でさっき言った私が答えられない質問をするというのはこういう質問です。うん、テキスト見ても載ってないんですよすぐは、うん。だけど言われればああ確かにあったなとか、うん、だから聞いても分かんない質問してもしょうがないじゃんいやそれはねあの令和3年の何とか地裁の判例で言ってんだよみたいなとか言ってもさそうですかで終わっちゃうのよ。そうじゃなくて勉強してればああ確かにそうだったよねあ,あそんな条文あったよねっていうでそこのひらめき。 うん、っていうことを繰り返すことによって皆さんの知識を縦横にどんどんつなげていきたい。で今やって2章とかってもいいんですよ2章でもね。ねよくまあ二章とかも着てはするし、まあ、今いらしたらまあ商標とかもあるから商標も40個11個で同時の適用がないとかあるんですけどでそういう形でんですかまあ条文で遊ぶっていうかそういうふうに、うん、あ,のああそうなんだみたいな感じでいうふうにあの考えていただければいいかなと思います。でちなみにあとさっき言った29十二の話をしたと思うんですけど ななかなかねそこ難しいんですけどあのさっきここの話をしたんですけど今ここにつながってるじゃないですかで私基本的にはさすがに講座で話してることってほぼ過去問につながることなんですよ全部話してることって気が向いて話してるわけじゃなくてだからここも同時図書館適用ないですよっていうのは過去問にあるのを知ってるから言ってるわけねさっきさっきの全然もう30分ぐらい前の時はこう話したと思うんですけど、うん、だから本当にあのたまたま、まあ、例えば試験駄目でしたと。 ダメだっった場合って、まあ、この講座って多分来年の7月とかまで見,る見れるんでもう一回見る人やっぱり多いんですね。あちょっと担当ダメだったから最初の講座復習で見るかなって見ると「あっ今年の試験で間違えたとこここで言ってる」みたいなね「あなんだ説明してたじゃん」とかってあの結構めっちゃ言われるんですけど「って言ってたよね」ってい <laughs> うん、だからまあそれが記憶に残らないっていうまあ講座自体が私も自分ではそこは反省をしていてもうちょっとなんかインパクト、うん、残るやり方があるからとからって言ってねなんか。 うん、まあなんかね自分で針線叩きながら喋ったからみんなが記憶残るんだったらいくらでも針線叩くし。 クラッカーでも、ね、鳴らしまますけけど、まあそれだけじゃね、なんかでででね、うん、手品はでも1回憧れななんんすよ。なんかいいじゃないですかこの訪問集投けたら消えるとかさ <laughs> あのパーッて投けたらさ炎が出てきて青穂に変わってるとかさなんかそれは憧れなんですけど、まあ、収録でやったら怒られるの後に火使うからね <laughs> だからどっかでやってみたいんですけど以上、まああの匠さんの話としてそのこれもんっていうのがあの自分の中の教材ではあのとにかくメインになってきます。うん はい、で今言ったように、まあ、どこの条文でもいいんですけどこの「これポンっていうベースのところを理解をしていくなぜなのかっていうところね例えば36条ですけどでこれが年内に理解できればよくってで次にレアンっていうのがあるんですでレアンっていうのはね1回しか出てないの、まあ、レアですよ平成14年からうん20回か30回分の過去問の問題の中でも1回しか出てない答えですからそれを次にやっていきます で、これを、えー、いや、今日これ皆さん持ってないですよ。あの、持ってない人はね。うん、今、画面に映して出してるだけですけど、で、これを、来年の1月ぐらいまでに、残りのレアもを潰します。1月から2月。で、潰れたら、最後の3月、4月で、条文に戻ります。条文が最後です、実は。十分難しいからね。うん。まずは、ポイントをしっかり押さえていただいて、品質ね。 もももう2回も3回も出るるところをまず優先的にそれを年内に理由付けも含めて分かってるできてますってなるとこれを年明け今度は1月2月3月でレアモンを攻略していただければ3月後半4月5月でそこから条文に戻ったらめっちゃ条文読みやすくなるんで。で結局これポンっていうのはテーマが決まってるんでそこが分かってると問題も読むのが早くなります。 うん、要するるにもうパターンがわかるからで。それがわからないとやっぱ問題というものは時間かかるのよあれ何だったっけなーってねこれ1から全部読んでいかなきゃいけないその読み方しないんです慣れてくるのともうざっと見てあっ質が言ってるあれ何だろうみたいな感じで実はポイントがつかめるようになるので,でそのためにはとにかくもうこのコレポンですね、うん、ここの理解をしていただくと。 であの例えば、小学者の方であればあの講座に追ってやっていっていただいてもいいですしあのご自身でどんどん進めてもらっても構わないですテキストに出てくる条文上見ていってもらえばいいでやっぱ、ね、学校じゃないからねあのこうやってないからまだや,や,やんないでよって絶対言わないですから、うん、聞いてくれればそれ当然教えますしただ、今やらなくてもいい条文というのもあるんですよ。例えば保管命令とかってあるんですけど3十8条の何とかっていうわけの分かんない条文があるんですけどそこに絶は今やる必要ないんで。 生徒が来てくれればあ今これ気にしなくていいよとかっていうのは全然教えてあげるんで,、うん、でそんな感じで一個一個これを勉強していくっていう目標にやっていただきたいなっていう形ですねそ,のまあそれがこれもんっていうやつとにかくもうここをしっかりとやっていくっていうのが一番の勉強の目的になりますとはい。 であとはまあ論文の勉強とかもあるんですけれども、まあ、そこについてはいくつかあのまた適宜話をさせていただきたいと思いますとあとは、えー、と8ページのところで、えー、学習ノートでノートの質問もいただくんですけどごめんなさい私がノート取れない人なんですよ。<laughs> 私、ね、本当に何だろうねの えらいポンコツなだと思うんですけど、ね <laughs> ね、覚えられないしノートを取れないしっていうあのねノートとかメモっていうのが私取れなくて打ち合わせとかでもほとんどメモできないんですねであごめんなさい、えーとね、記憶力があんまりないっていうか覚えるの苦手だって言ったんですけど全部じゃなくて、えーとね、得意なこともあって人のの会話を覚えるのが結構得意なんですよだほぼほぼ打ち合わせで話した内容とかって覚えていてそれは何かね覚えるんですよね覚えるとか理解バーッと入っちゃって。 だ結構他の人らがメモを取ってるんだけどあれここってこの発明ってこういうポイント書いてくれって言ってなかったっけって,って <laughs> その人が慌ててメモを見てああ確かに言われてましたとかいうのがあったりいまだにあの中間ってますの拒絶理由が特許庁から来た時に対応するんですけれどもその時で自分ってどうやってるかっていうと最初の出願の明細書よりかは打ち合わせの時の,あの資料を見るんですよ一番最初に戻ってあこれ発明ってこの発明者確かにこんなこと言ってた発明だなっていうのを理解してから例えば読んだりとか。 結構だからメモも取れないんですけどメモ取れないから覚えるしかなくなったんですけどでノートはあのねまあかといってじゃあ一応よく質問いただくんでってことに3つ書いてあるんですけどあの作っていただきたいたのは特に1と2で,で1は疑問ノートっていうことで分かんないことがあったらメモにしておくとさっき言ったなぜ同日ではダメなのかとか。 で質問をしてくださいっていうふうに言ったんですけど、まあ、そうは言っても多分分かんないことを全部聞いてくる方はなかなかいらっしゃるんでそこは気遣っていただいてるみたいで、うんね、家でやってきて20個質問あるから20個全部聞くからさなかなかやっぱそうはいかない、うん、っていうのがあるので、まあ、なんか分かんないことをガッと書いといてでなんか1週間経って見直してあやっぱりこれ分かんないなとかで結構後になったら分かることってあるのよ。 うん、あの最初の頃は分かんなかったんだけど勉強進んでったらあそういうことだったかって分かることあるのでそういった意味では疑問をあのノートに取っておくと。うん、とかあと覚えられないノートですかね、うん、あの自分がこれ覚えられないなと思うんであればそれをノートに書いておくと結局一度には何をやってるかっつったら頭の中から負荷を取り除いてるっていうじゃないとずっと覚えてないなねいいじゃない覚えられませんってノートに書いたんだからもう開き直れるじゃん覚えてないよってだ問題間違えたって覚えてないもんって。 うん、いうのがわかるので、あそこを明確にしておくといいかなと。いう感じですかね。う疑問ノートもそうね。疑問のことっていうのはもう分けておけば、後になって。ね、もうそこ自分は分かんないって言ってんだから。うん、そこを明確にしておくってことは大事かなと思います。まとめのノートはごめんなさい。自分が作れないんで。うん、あの、いいアドバイスができないです。うん、あの。 まとめののだからね自分ができないことはできなくてあとまあ私のねあと知ってる方も十分ご存知だと思いますけど私は基本的には夜型なんですねでよくまあ世の中っていうのは朝方の方がなんか偉いという風潮があるんですけど私はそれに一言物申したいぐらいで「なんで朝早起きがいいんだ」みたいなね「いいんだよ夜遅くだって」って思ってるんですけどだ時々朝早く起きて勉強するにはどうしたらいいですかって言われるんですけど分かるわけなくて <laughs> 自分が朝早く起きないんだから。 うん、なのであの、もうそれできないことは言えないですね。うん、ということになります。あだうらそうそうあのもし、まあ、今後ね、メールとかでご質問いただくときってよく G メールでメールいただく、スマホなのかなっていただくことが多いんですけどあの夜中返せないでくださいってメモがないと結構3時ぐらいとかに返信したりするんで私あの、起きちゃうと困るんで一応あの、初めての人のとは気を使うんですけど一応あの、なんか書いてくれるとい,いですよ、夜中は困りますとかっていう。 うん、け結構ねそう昨日とかもそうで今日の、まあ、この前ゼミやってたんですけど答案開始の夜中の2時とか3時で, <laughs> であの本当にそんな生活です、うん、はいという感じでやっていきますまあ大体これでいいかなと、うん、あとはまあその勉強法のやり方とかに関してはまたちょっとあのおいおいあの話をしてい,ただあのしていこうと思ってますとで、えー、最後にじゃ1個だけして13ページあ最後2個か。 であのとにかくこれから意識していただきたいのがあの試験勉強をしていくんだっていう知識考え方ですかねでこれがすごく大事で,でどういうことかっていうとその核となる知識は共通しているんですけど試験の勉強と実務の勉強とあったんです学問的な勉強というのは実は微妙に違うんですね。で、えー、っと結構この学問的研究知識による人が多いです弁理士の受験生を見ていると。 試験に入れないよなっていうことを一生懸命やろうとしちゃうので、私はもったいないですね、時間が。だからさっき言った判例を追っていくとか、審査基準を必要順に追っていくっていうのが、あのどん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 こっちに偏ってしまうので、私から必ず試験から離れない。うん、前、教えてた受講生さんの人で、えー、っと、 女性の方だったんですけどち、まあ、まちょこちょここ質問してくる、まあ、そんな頻繁でもなかったんですけど、まあ、ちょこちょこ質問してきてで結構質問したあとに必ずその人って「これって試験に出ますか?」って聞くんですよだから「毎年出てるよ」とか「あんまり出ないね」って言うと「ああそうですか」っつって結構すぐ引き下がる。であ結構毎年出てるよって言うと「だったら?」みたいな感じで <laughs> また質問が始まるんですよ。 潰したい本当に試験出るところであればだそこの結構ねあのメリハリのつけ方うまい方で、うん、あの必ずなんか聞いてくるんですよ試験出ますかとかあと他の人はできてますとかっていうことも聞いてたかな、うん、だからあのそういったところはあのブレない、うん、例えばその人はそうでもね 2, 2回かそう1年目で担当受かって2年目で論文だったんですけど 1>, 1年目スマートの通信で2年目ちょっとゼミってこっち来てたんですけど、まあ、その本当にすごいよく聞く人でしたね。と、うん、いう形でその試験問題の勉強から離れませんということをあの意識していただければいいかなと、うん、思います。うん、あの下これめよくまあ昔よく出てきたの免許の例とかっていうのを言っていてあの免許証で勉強する時ってほら制限速度とか勉強したりするじゃないですかであれってもう試験出ることしかやんないでしょ。 そういういの割り切りを抑えていただければいいかなと免許みたいにあの楽ではないですよ、丸抜の問題解ければ便利試験受かるようにならないんですけどだからあれ便運転免許証の勉強の試験ってめちゃめちゃ、なんですかねまあ、いっぱい資格試験としてはめちゃめちゃ受けてる試験ですしだから勉強がしっかり確立されていてあの試験出るところだけしっかりやるんだよね。うん だから例えばなんかけ引4 0キロとかっていうのがまあ,まあねこれ教材見るために思い出教材の時だけしか思い出さないんですけど忘れちゃって原地規の牽引は2 5キロみたいないう問題があるんですけどこんなの普段見たことないからね原地規で牽引してるって。だけど試験には出るるから覚えるんですねところがあの救急車の制限速度ってあのこれ緊急速行時って8 0キロなんですけれどもあのこれ試験に出ないんですよ。 だから勉強しないんですけど、あのベンチ受験生ってここを勉強しちゃうんですよ。です例外だから。いや、救急車の場合だったらどうでとか言って、警、ね、察の車両もサイレン出した時一般道と80でみたいな、えー、速度違反の追尾の時だけは除外,が例外、制限がないんだとか、そこ一生懸命やるんですけど、それは試験出ないだそこをあの突っ込んで、もしょうがないんであのそこの割り切りですかね、をやっていただくということで、えー、楽しくね、うん、そういう試験出るところだけを淡々とやっていくというのが短期で受かる秘訣 だと思ってます。えっ、ー、と来年の試験に向けて、えー、担当試験に受かりますかと言われたら担当試験はしっかりやっていただければ受かると思ってます。受かるつもりでこっちも講義もしてますし、あのー、やるべきことただえっ、ー、と特に一年目の人はどうしてものんびりしがちなんですよ。あのまだ大丈夫だろうで多分去年一年目とかでダメだった方なんかいらっしゃってやっぱ思う多分今振り返るとスタートがちょっと遅かったなって。 でも当時もうちょっと早くやっていけばもしかしたら担当間に合ったんじゃないかとか,だか最初の頃がやっぱり手探りになっちゃうんですね勉強ってでやむをえないかなっていうところがあってだからまあそこをいかに潰せるかっていうのが1年目の人は重要ですねだからまあさっき言ったようにこれもんに関してをあのしっかり押さえてくださいっていうかこれぽんねこれぽんの範囲を年内に押さえましょうっていうのが結構甘くなっちゃうんですね。でまあ、まあこれぐらいならいいいななかかと であとは、担当って私は問題解かないでくれてるんです、年内は。解く必要ないです。でどうするかって言ったら、答えからなぜこの答えになるのかを勉強していく。解く時間がもったいないんですよ。問題読んで、考えて。考えてる間は勉強じゃないんだから。うん。で、これはね、学校教育の弊害で、考えることはいいことだと思ってるんですけど、別に考えることはいいことではないんで、プラスにならないから。なので、あのー、解いてる時間がもったいないんです。でさっきの担当の問題であれば、あの、答えを見ていただいて、 これあの答えが対象になっているんで教材があの答えを見ていただいてなんでこの答えになるのかどうして丸なのかっていう勉強の仕方の方が早いんですねそこを潰していくっていうで今回は拒絶理由ではないって書いてあるんだから丸で拒絶理由ではないただ拒絶理由にならないってここを押さえていくだけなんですただ理由でなんでまあちょっとこれたま36条のこれ本ですけどなぜ36条5項が拒絶理由じゃないのかっていう理解が重要です そこが分かんなければ聞いてもらったりテキスト見たりっていうことをしていくんですけどその時に問題を読んで解いていくっていう作業は最初は必要ないです最初っていうのは来年の1月ぐらいまででめちゃめちゃインプットを指定してで来年の1月2月ぐらいに担当の過去問を解き出した時に8割9割できますっていう状態になっていけば残り1割いいんですよ勉強詰めていくのはだそうすると効率がめっちゃいいので最初からやると多分5割6割しか解けないんですよ ってなるとインポットと解くのがぐちゃぐちゃになるのでとにかく今は答えから押さえていくと。ねそうですねあの不安に思う人がいるわけですよ答えを覚えちゃうんじゃないですかっていう覚えちゃってください覚えられるなら <laughs> 覚えらんない覚えらんない、うん、あの難しいです、うん、なのであの全然か構いませんのでなぜそうなってるのかっていう理解からですね進めていただければと思いますと。 はい、一応まあ,あの勉強の基本的なあのスタンスとかやり方とかについてはちょっとお話をさせていただいて、うん、まあ一応ねあ,ああそうだあともう一個そのテキストの1って最後にあの学習このシートっていうのがこれまあ昔配ってたんですけど習慣学習シートっていうのがついていてでこれは何をやってほしいかっていったらあの勉強の記録をつけてほしいんです。で 勉強ってねこれからやっていくとね今週はなんとなくやったなとか今週はあんまりできなかったなっていうのがあるのであの学習時間は取った方がいいです時間を記録するちゃんと1週間に何十どれだけやったかで例えばえっ、ー、と来週だと9月4日だよね4日の月曜日で何度勉強した何が分かった分かんなかったことまあ別にこれ書いても書かなくてもいいですけど、まあ、一応何やったぐらいは書いて で,えー、っとで、これできなかったように言い訳チェック欄なんですけど、仕事でできなかったとか、うん、疲れてできなかったとか、チェック欄があって、で最終的な学習時間。今日は特許を2時間、うん、まあ最初は特許だけかな。多分2時間、1時間、2時間とかやって、1週間で何時間取れたかって。で、目標は、あの、講義時間を入れてでいいので、20時間です。1週間。 なので平、できれば平日に、えー、もし今あの通勤されてるのであれば通勤時間で30分、行きで。帰りも30分。で、お昼休み、ちょっと弁当とかサンドイッチで早めに食べてもらって30分。ってなると、家出てから帰るまでに1.5時間勉強時間取れます。で、お家に家に帰ってご飯食べて1時間半だけ勉強してください。 まあねあの私朝さっきボロクソに言いましたけど、まあ、朝方でねあのお得意だっていう人は朝まあそういう受験生もよ無いでやからねやっぱね朝朝4時とかに起きてさうんだからその人が勉強始めるぞって時に私がおやすみなさいってツイッター返すんですけどあのちょうど全く逆ででそうすると1時間半平日やるだけで3時間取れるんですよってなると平日月から金で15時間行くんで。 で土曜日講座2個も最初あるからそれで6時間なのでもう21時間ですめっちゃ勉強時間取れてるもう日曜は遊んでいいですようんまあ遊ぶかどうか別としてでできればあのね日曜日は勉強の予定を入れない方がいいするなってわけじゃないよ何時かって予備日なんですここやっぱね仕事したって難しいんだよこれね勉強始めない頃は今聞いたらすごい簡単そうに思うでしょ で今まで、えー、結構学習アンケートとか私よくしょっちゅう統計取ってるんで統計を取ると平均の学習時間は大体1週間で1 5六6時間です20いくっていうのはこの時期であればかなり頑張ってるうんやっぱ1 5六6いってればまあ何ですかね勉強したなあっていう多分本人は感覚で10下回ると危険ゾーンです1週間で8とか9だとさすがにあの人間忘れる量があるからあれ忘れる量でマイナスになる可能性出ちゃう だからまず10っていうのを最低ラインで考えていただいて理想は20でえまあ25とかあの30行けばすごいねっていうでその時にねあの勉強時間って隙間時間も入れるんですよだからうん例えばお前エレベーター待ってる間の1分とかね <laughs> あの本当にもうその極端で電車の合ってるホームで待ってる間の3分とか うん、もうそれぐらい細かい計算してあのまあ別にあですかね、まあ、勉強時間多めの方が気持ちいいじゃないだ多めにカウントしていただくのはいいんですけど、うん、そんな感じであの勉強時間をしっかり記録をつけるとで毎朝受験生でやっぱおすすめだないいなと思ったのはあの水曜までの目標時間が決まってるんですよその人例えば水曜までで10時間とか決めていて で月火水ってやって、まあ木でもいいんですけどただ木曜までで10とか12って決めていてでやってみたけどあこの週あんまりできてないぞって忙しくて今8だとかってなったら週末慌ててやるとかで逆にあ結構本週できてるもう15ぐらいやってんじゃん俺って言ったら週末休むっていう感じですねで、えっと、日曜日を明けるって言ったのはどうしてかっていうとさっき言ったように学習のペースですね、まあ、病体調を崩したとか仕事忙しかったということで平日できなかった時に日曜日で調整してほしいと。 いうところとあのこれね皆さんこれ理士受験生になるとこれ抜けるのっていつですかっつったら合格するまでなんですよもう残念ながら始まっちゃうとねこれ大決断でよくまあ確かにあの何年か勉強されてる人にはそういう話になってまさかあの時の決断がここまで続くとはっていうのはやっぱりありがちな話ですねでもやっぱ資格試験って諦めなければ絶対合格すするんですよあのこれ合格しないと選択肢がない別に。 うん、あのやってればで実際あの私、あのーまあ、教え子のゼミ生とか受講生とかって結構仲良くやらせていただいて、まあ、1年に、まあ、コロナにちょっと入っちゃったんであれだったんですけど前は1年に1回か2回は必ずあの会合っていうか飲み会があったんですよ。うん、で必ず会って、まあ、あのお互い合格者同士で交流してね気を超えてこう話をしてたんですけど、うん、だからそういった時に、うん、やっぱ何ですかね まあ、合格その来た時にやっぱすごい時間かかって合格された方もいるんですね、まあ、去年受かった方去年去年か去年受かった人でも一番歩かった人何年かな自分のところに来た時にもう担当も免除を2回かな切れたっていう状態から来た人がいてだからもうその時点で10年近くやられてたのかな勉強。でそこから自分のところでまた56年かかった人がいたんですけどだトータル10年以上やって。 で、もうちょっとやってたのかな。うんで今年受かられてうんですごい嬉しそうでで、今年またダメだったら、あのちなみに担当の免除が切れちゃったんですよ。その人っていうのはで。まあ合格した後に飲み会があったんで、ちょっと話をした時に。ちなみにもし今年担当。これ論文ダメだったら担当免除。また切れちゃうから、あの去年ね。あの勉強続けてたって聞いたんですよ。もうやめちゃったって聞いたらいややってました。よっていう。 で自分は受かるまでやるつもりでしたからっていうのであ,あそうなんだで結構やめちゃう人多い,多いんですよねそこでもったいないなと思いますし本当にあのその後受かった後は本当に弁理士として活躍されていてで他にもまあそういう人って結構私の場合ゼミ戦とかあって受験的長くて最後の格好見取りみたいに来る人も結構いて。 もうなんかどっかで8年ぐらいやってたけどあのちょっと最後で見てもらいたいとかって言われていいよっていう形でやっていてもうで受かると、まあ、その後本当に便利士としてしっかりあの仕事されてるしあのやっぱりね始め方からには受かってほしいっていう気持ちがありますから、まあ、今日まさに便利士の勉強を始めるとなると受かるまで続くと。ってなるとね疲れるんですよただ欠点はずっと受験生だから。なのでさっき言ったあの勉強時間って最低ラインも必要なんですけど実は上限ラインも必要で。 だ自分としては、絶対に20やりたいんだけど、どんなにやっても15は終わりたくないっていうの決めるじゃない。15時間絶対やる。逆に、25時間行ったら遊んでいいんだっていう。そういうのは決めといた方がいいですよ。うん。で、ああ、もう今週すげえやったと。前半頑張ってよ、俺って。でもここまでで28時間行ってると。あい,いや、もう明日は、明日はもう映画見に行っちゃおうとか。うん。明日はもうどっかね、あの行っちゃおうみたいなね。 うんあのー、観光地見に行くぞとかね、道の駅行くぞとかで、ね、それでいいんじゃないですかね。まあ、であの、いやおうにも来年の4月になったらそんなこと言ってないから、<laughs> あのもう残り1か月切ってくるとお尻に気がつくんで、うん、そんなもうね、気分転換なんてもう思う時期じゃないんで,で、今の時期はやっぱりちょっと辛い時期なので、まだね、時間があるから、そういう勉強時間の上限を決めてね、う,ん、うまくあのメリハリをつけてやっていただけるといいんじゃないかなというふうに思いますと。はい というのが、えー、と勉強の、まあ、ちょっとガイダンスを含めた話ということになっていますと。で今日のやつはもう一個の入門基礎の2というところです。で、えー、と今日の講義と,、えー、と次回ですね来週の講義の目標は何をやりたいかというと多分今いろんな人がいると思うんですよ。 いわゆる知財を普段仕事やってますっていう人といや全然関係ない仕事やってますと、まあ、いろんな人いまし今までにまあコンサルの人もいたし、えー、っとテレビ何ですかねテレビ会社テレビの制作会社かなんかの人だったりあとお医者さんっ <laughs> ていう方もいらっしゃったしちなみに自分があの同期で。 同期っていうか、まあ、同じ事務所に入ってきた同期で受かった人は前職はイトーヨーカードの店長って人を見たんで、まあ、いろんな人いるなって <laughs> どうしてイトーヨーカードの店長から弁理士を目指したのかまあまあね、まあ、自分を見てしまえばね学習塾なんで、まあ、全然あの関係ないんですけどそうなるとやっぱり分かんないですよね共通のラインがだからそこの共通的な考え方っていうのを伝えていきたいなというのが今回と次回の目標です。 だから特許事務所だったらこう考えますよとか知財の世界はこう考えますよとやっぱなかなか一般の人の感覚と知財の感覚っていうのはずれてるでちょうど、あのー、先週,先,週先々週ぐらいですかアフリさんラーメン屋さんのアフリさんが今ね炎上してますっていう揉めていてで商標っていうのは基本に使いたいものは取るべき商標なんですね。それが商標の世界で でそれはもともとある地名だとかもともとある言葉だっていうのはあまり関係ないんですよ本来でそれで商品を使いたいんだったらその人が出しておけばよかったってだけの話なんでただ今回の話で言えば日本酒メーカーの人がそもそも商品を使いたいんであれば最初に出願しておくべきであって洗顔主義って左右もん勝ちの業界だから、うん、別にあそこをね落としてるために使いました例えば前だとあの例えばネットで使ってる言葉をあるメーカーが出願したとか とかあとは何ですか PPPH がなんかね PPH な何て PPAP でしたっけなんかあれが流行った時にあのまあねあるあの商標おじさんめちゃくちゃ出す人ですけどあの人が出願しちゃったとかってそういうまあ何ですかね他人のちょっと盗むような感じで出すのは最近はかなりまずいんですけどただもともとアブリさんなんかもともと持っていて相手が取ってなかったっていうだけなんですからそれは商標としては当然お金かけてますからね出すのにいや使わないでくださいっていうのは当たり前の話ですし。 であの廃棄まではどこまで実際言ったのかどうかわからないんですけど、まあ、通常の話でいえばですよ侵害品自分のブランドをついてるものをじゃあ作ってる分に関しては売っていいですよっていうのはおかしな話なんですよだって自分のブランド守りたいのにもうすでに作ってるものがあるからじゃあ売っちゃっていいですねっていうのはそれはちょっと違うだろうっていうのがあのなんですか知財の人間から見てはその見方なんです。 ただ残念ながら今ネット社会になると結構皆さんなんですかねこう自分がこう自分の価値観で発言する人が多くなってしまってそうするといやけしからんとねあの商標権者が弱いものいじめしてるとかっていうことで結構炎上するリスクっていうのは最近はすごく多いだ我々も結構事務所とかでもその話にはしょっちゅうなるんですねああちょっとあんまりこう,いう権利行使するとその商標権者の方があの本来権利者のはずなのに うん、被害を受けてしまうというか本来の権利が使えないという状況であまりよろしくない状況であるんですよね。だそういった意味でやっぱり知財教育というのはすごく必要だなという感じを受けてます、まあね、そのまあ皆さんが一旦を担う、ね、やっぱりあのも,うもうちょっと素人と違いますかね勉強しようかなって言ってる人は普通の人よりはやっぱ知財詳しいですから、うん、ただまあその感覚は確かにあるんで、うんまあ、まあ別にそれは否定するつもりないですしいや商標権者だからガンガン権利行使すればいいんだとは思いませんけど扱いは難しいです。 うんっていうのが、まあ、いわゆる一般の人の感覚と知財、まあの感覚っていうのがちょっとずれたりもするんで、まあ、その辺を今回と次回の講座でちょっとすり合わせをしていきたいというのが一つですね。あとやっぱ実務的にどういうことをやってるかっていうのをやっぱ伝えていきたいっていうのはあってで自分自身が、まあ普段はずっと事務所で仕事をしているんですけれどもでなぜ事務所を仕事をしているかっていったら結局、まあ、双方向のメリットを生かしたいっていうのが自分の思いなんですよ。で 例えば私事務所だと,、えー、と今まあ特許も衣装も商標もやってるんですけど通常だとやっぱなかなかやるの難しくて何すかね忘れるんですよねでも普段まあメインが特許なんでメイン特許やってるとやっぱ衣装の制度とか商標の制度っていうのは忘れていくんですよどんどんだけど幸い講師業やってるから、まあ、多分一般の弁理士さんから比べれば条文も見てるし判例も見てるし審査記事も見てるんで、まあ、割と忘れてないんですねだそういった意味でのの、まあ、普段の仕事に使えるって っていうのが1点とで逆の立場で言うと、まあ、さっき言ったように結構特許庁に行って面接審査とかって私は行くんですけど審査官も戦ってきたりするんですよ。で実際の製品とか見せて これこういうふううふにこう動くからこ特許制にだれたらどうですかとかいうと審査官が教えてくれたりするんですけどでそういう実務だとどういうことをやるのかとか、まあ、そういったことに関しては、まあ、自分も受験生の時は分かんなかったので、まあ、そういうのを教えてくれる先生は非常にありがたかったんですねあの具体的に見えるからあこういうことやるんだとかっていうそういうのもあるんで、まあ、皆さんにそこは伝えていきたいであの試験に受かってほしいっていうのがやっぱり一番大きいんですけどさらにその後便弁理士としてやっぱり活,用し活躍してほしいっていう気持ちあるんでだそういった意味では弁理士として使える知識 うん、でもうね私の講座出てる人はねもうお分かりだと思いますけどよくこ,こ対応を書くわけよ皆さんで項目だからっつって「分割出願する」とかって書くわけで分割出願っていくらかかると思ってんだよってそれ全然ない例えば特許出願いくらかかるでねよく発明相談ってまあこれ無料の相談会があるんですけど個人の方が相談来るんですよですごいの思いついたんですよこれねこっから押すとチューブがきれいになるんですよ200円ショップで見たなーっていうのねあの持ってくるわけ。 でこういうのを特許出したいんですよっていう時にちないくらかかると思いますって話をしてでその時に私が伝えるのは100万特許出願ってあの権利まで目指そうと思ったらであの別にぼ,ぼ,ぼったくってるわけじゃなくて要するに出願して傷つきで1回来て最後の傷つきてダメで傷つきで副審判あげてで新取りは普通行かないんで,でそこで特許になりましたで特許査定になってで特許料払いますっていうところの込み込みで考えると最大100万ぐらいかかる可能性がある。 だ上限として100万ぐらいは想定した方がいいというのは伝えとかないと後になってあ,あそんなにかかったら困るとか土地でやめられないからね出願しちゃうとだそういった意味ではやっぱ最初にしっかり伝えてあげたいで皆さんもそういうことを分かっていくことによってあのねじメとか書く時例えば答案を書く時とかもそういうことを意識してほしいんですよ便利にしたっっらどうう考えるんだろうっていうで単純に答案の問題がこうだから A 書きましょう B 書きましょうじゃなくてなぜ A の提案するのっていう。 で論文の問題って基本的にクライアントに対する提案の文書だと思ってるんでだそこはあのよく私はそういう話をするっていうか何でそういうふうになっちゃうとかそれってじゃあやるメリットは何なのとか、うん、いうのをあのしっかり意識していただきたいだからまあそこで、あのーまあ、もし今事務所に勤めてるんだったら <laughs> もうすぐ実務で活かしてほしいし、まあ、知財部であれば、ね、それを知財の業務に使っていただく。 っていうのをあの活用していただければいいんじゃないですかね。これ私けしかけますけど、受講生にほな事務所に面接しろって言えばいいんですよ。ってね、<laughs> あのま自分何件でもないし、うそれやった方がいいですよっていうで、実際あの結構今特許庁って見てくれるんで、うん、あのメールで送るんですけど。審査官とあのやり取りっていうのはあのすごく重要だったりするんで、あの結構あのそんな。まあ当然主秘義務に反しない程度ですけど、まあそんな話をしたりとかまあ、なんかだからね。そうなんですよ。やっぱ時々ね。面倒くさい手続きったんですよ。 事務所で,でやっぱ事務所嫌がるんですね本来であればお金にもあまりならなかったりするし分かんない手続きだからだから私とか嬉しくてしょうがないですねあこれ講義で話せるじゃんみたいなねで一人ねいるんですよトリッキーな審査官がトリッキーな拒絶理打ってくんですようんあのもうもうねその名前見ただけであダメみたいなこの人特許してくんないって人いるんですけどもう嬉しくてしょうがない。 あこんな急接に打ってきたんだよしこれ次の講義で話せるぞみたいないうことで、うん、だ結構そのやってない手続きとかなんかはだからやると自分はもう本当に嬉しくなっちゃいますね、うん、税関の差し止め手続きとかね普段やってなくてまあ税関関係かとあこれは講義で使えるなとか、うん、いうのはあるんでだからそういった意味ではあの非常にまあ両方ですかね、まあ、講義と講師と、まあ、通常の仕事をやってるというのが、まあ、自分にとってはプラスになっている感じですとはい。 というところで、じゃあ具体的にまあ特許の話を軽くしていきたいと思いますけど、ちょっと早めなんですけどね、今日は。あの普段もうちょっと遅いんですけど、ちょっと切りがいいですから、一旦ここで10分休憩にして、えー、後半ですね、えー、また引き続き、今度はあのテキスト2の方ですかね、こっちを使ってちょっと話をしていきたいと思いますと。じゃあ10分休憩にします。